さあ始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回の企業は NEC ネッツ SI さんです。 NEC グループのネットワークソリューションの中核企業で、事業フィールドも実は想像以上に広いということですので、そういったお話も伺っていきます。では早速今回のゲストをご紹介します。 NEC ネッツ SI から清水さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では簡単に自己紹介をお願いできますか。はい、皆さん改めまして、人事部採用グループの清水と申します。私はですね、実は、社会人歴というところでは2018年の新卒というところになりますので、今年で6年目をですね、迎えさせていただきました。いよいよ中堅というところになるんですけれども、ただですね、最初に新卒で入った会社というところでは、IT 企業だったんですけれども、どちらかというとソフトウェアの開発などをですね、行っていくような会社の採用担当といったところで入ったんですけれども、そこからご縁あって2021年のですね、夏に NEC ネッツ SI の方、当社ですねに、ジョインしたといったところになります。なのでね、NEC ネッツ SI 歴というところでは2年目を迎えたところになりますので、まだまだこう企業をですね、新鮮に知れる立場かなと個人的には思ってますので、これから就活の話であったりとか、インターンシップの話とか、いろいろ私が感じたですね、新しいこう NEC ネッツ SI といった観点でもお話できたらいいなと思ってますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ここからはさらにいろいろと深掘ってお話を伺っていきます。では今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。このような5つの質問をご用意しています。上から順に伺っていきます。では早速一つ目の質問はこちらになります。はい、ホームページを拝見したんですが、はい、NEC ネッツ SI は同業種の SIer の中で施工力を持つ点で特色があるのではないかと感じたんですね。ではこの施工力がある、施工力を有する SIer ってどういったことなのか、お話しいただいてもいいですか。はい、なかなか施工っていう単語をですね、うんうん、そもそもまず聞かないなっていうのが、私も入、はい、会社に入ってから、施工っていう単語をちゃんと聞いてですね、はい、その意味を知ったんですけれども、施工っていうと、まあ、イメージしやすいところで言うと、まあ、工事っていうところになると思います。先ほど歴史の部分でお話しさせていただいた通り、当社はもともと NEC の電気工事部門っていったところが独立したっていうところもあって、はい、元のコア事業っていうのはネットワークの構築だったりとか、そこの工事っていったところがメインだったんですね。なので、まあ、施工っていうところはそこから、まあ、実は紐づいているところになっていて、はい、まあ、時代とともにその施工力を持ちつつ、システムインテグレーターとしての、まあ、ICT 技術力っていうものを、獲得していって、まあ、今の、まあ、両方有しているっていうところが、成り立っているんですけれども、その中で例えば、まあ、イメージ他社との違いっていうところでさせていただくと、はい、当社実 は働き方改革事業っていうものにも、実は2007年からですかね、はい、自社の働き方改革にまずは取り組んで、そこから自分たちがいいなと思ったものを、お客様に提供するっていう形で自分たちのオフィスをどんどん改造していったっていうことをさせていただいてました、はい、でそこからどんどん実績がついていって、今イメージしやすいところで言うと、例えば企業様がオフィスを移転したいんだっていう、まあ、数十年とか数年に一度の結構大きなプロジェクトっていったところがあった時に、じゃあ、実際にオフィスのデザインとかレイアウトってどういうふうにしたらコミュニケーションが活発に取れるオフィスになるかなっていうようなデザインのところであったりとか、で実際にじゃあどういうふうな DX 基盤を引いたらいいかなとか、でそれをもとにじゃあどういうふうなレイアウトでどういうふうにこうシステムを入れて進めて回線はどうするのかみたいなところを総合的にプロデュースさせていただくような、プロジェクトも実はあったりするんですけれども、そうなった時にじゃあ、いろんなこと自分たちでできるようになっていれば、施工っていったところでは電気工事の部分であったりとか、
あとはその回線といったところで電話の回線もそうですし、あとまあオフィスレイアウトっていうところでそもそものオフィスの設計みたいなところもまあ当社がすべて旗振り役となって、で実際にそれを形にできるっていったところはあの施工力っていったところにつながっているのかなというふうに思っていて、そこだけ例えば別の会社さんに出しますとか、協力会社さんに出しますみたいにしてしまうと、お客様と最初から最後まで接することができないっていうところで、本当はもっとこうしたかったのにとか、そういったところって数々のこう提案の中でとか、あのプロジェクトが走っていく中で、あの課題感であったりとか、お客様が見えてない課題に気づくかどうかっていうところも当社の力のこう試されるところではあるんですけれども、そういったところを全て丸ごとこうトータルでサポートできるっていうのは施工力があるからこそなのかなというふうに思っていて、なのでここはあの強みとなって、あのご説明をさせていただいた部分になるかもしれないですね。こう一般的に SIR と聞いてイメージするものの範疇をかなりこう超えている感じがしますね。そうですね、結構お客様によっても当社はいろんな会社さんをこう見た上で、当社を選んでいただく会社様っていったところではもともとネットワークに強くて、例えばうちのサーバーであったりとか、そういったところの保守とかですね、ネットワークっていったところですごくお世話になっていて、でプラスアルファじゃあそういったこうオフィス移転といったところで、トータルでサポートしてくれるんだったら NC ネットSIがいいよねとか、ただオフィスを変えて引っ越しをするっていうだけでは実は会社はなくって、そこに対して新しいこう付加価値をつけて社員をもう少しモチベーションを保って働けるような空間を提供しなきゃとか、オフィスの在り方っていったものもどんどん変わっていったりはしてますので、そういったところに当社のもともと自分たちでまずは試してみようっていったところがマッチして結構選んでいただけてるのかなとは思います。で構築から施工まで一貫して、運用保守までトータルに行う、ということですけども、それだけではなくてさらにプラスアルファということなんですね。そうですね、なので、文化といったところで先ほど言ったように自社実践があるので、今私もこうつけてますけれども、働き方改革、コロナが流行ったテレワークみたいな時に、ただじゃあ家で仕事ができればそれでいいのかっていうとそうではなくって、実際にじゃあ運動不足ってどうやって解消するの、みたいなところから健康系経営の視点というところで、アップルウォッチをですね、全社員希望者には配布をして、皆さんこうアプリを健康アプリをですね、ダウンロードして連携をさせて、自分の歩数とか脈拍とか、あとは今日の気分みたいなものも社内のこう通知で取ったりとかをして、実際にじゃあ社員の幸福度ってどうなのかなとか、どういった時にモチベーションが下がったり上がったりするのかなみたいなところをツールを入れながら可視化できるようなところも取り組みとしてやっていたりするので、そこを働き方っていったところでは、なんて言うんでしょう、事業の中にもエッセンスを取り入れたりしているので、まずは気になったことを試すっていうところからそういった種が生まれているかなと思います、働き方改革もかなり早いですよね。そうですね、たまたまこうコロナウイルスっていったところで、社会全体で働き方の在り方っていったところが、見直されたのかなと思うんですが、当社はもともとやり始めたのは2007年っていうところで、そこから最初はオフィスの、レイアウトっていうところを変えていくっていうことで、オフィスの壁を取り払うっていうところから最初スタートしたんですね、でそこからそれぞれの部署ごとに固まってるだけじゃなくって、コラボレーションワークっていうものができると組織間の垣根を越えて、それぞれ必要な情報が必要なところに届くよねみたいなところから始まっていて、であとはあえて例えばオフィスの真ん中に、ミーティングスペース、皆さんがこう見えるようなミーティングスペースを置いて人が集まるような設計にするとか、そうすると例えば、自分の部署じゃない、自分があんまり関わっていない部署がどういったことをやっているのかっていうのが自然とこうオフィスを歩いているだけで目に入るとかですね、そういったところで、じゃあ次自分がこういうところでこの人に聞いてみようかなとか、この部署ってこういうことやってるんだったらここをちょっと力になってほしいなみたいな連携
ができていって、で2019年からはですねオフィスを、機能ごとに分散をするというような取り組みを、はい、していまして、で合わせて2010すいません戻りますが、はい、17年からはテレワークといったところを全社導入をして、分散型で機能ごとにオフィスをこうサテライトオフィスも作りつつですけれども、あとはテレワークを活用してどういうふうにこう出社と、在宅勤務と、そこがこうコラボレーションをして、効率よくですね生産性を高めて働き方ができるかっていうのを自分たちを実験台にして実は取り組んでいたところがあるので、なのでそういったところから、新しいこう働き方っていうのは生まれているのかなと。もう本当に時代を一歩二歩先取りですね。そうですね、ちょっとそこに ありがたいことにこうコロナっていったところでそこの取り組みを合わせてこう、はい、皆さんに知っていただ当社の取り組みを知っていただけたのかなと思うんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、では続いての質問に参りましょう。続いての質問はこちらです。変化の激しい IT 業界の中で顧客のニーズに応えるため様々な取り組みをされているかと思います。ですのでぜひですね技術力やノウハウを生かした最新事例を教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。当社ですね結構幅広くいろんな事業を行っているというところで、はいはい、